さん、佐野系アロマセラピストのお笑いチャンネルへようこそ。アロマセラピストであり、和精油と自然派化粧品のセレクトショップミューズネストのオーナーでもある私ミューが、アロマセラピーの学術知識や健康雑学などを笑いを交えてご紹介するチャンネルです。で、今日はですね、ちょっとまあアロマセラピーと関係あるんかっていう話なんですけれども、煙突町のプペルネタでいきたいと思います。なんかね、ご存知の方はご存知だとは思うんですが、ミューズネストの方ではですね、夏に起きた熊本豪雨災害の復興支援のクラウドファンディングのリターン品として、熊本県の阿蘇の方ですね、小国町の森林組合さんとですね、小国杉を使った煙突町のプペルのキャラクターと船の形をしたバッジをですね、作って、でそれをリター品として出してたんですね。なので、すごく私は煙突町のプペルに関してはですね、まあまあな感じで、知ってます。まあまあな感じで知ってるってどのぐらいのレベルなんやろって感じなんですけど、いや、私よりはるかに変態度合いが深く FBI のように知り尽くしている方もいらっしゃいますが、今日はですね、西野さんが緊急事態宣言を受けて舞台挨拶をねするはずだったんですけど、それができなくなってしまったと。一応劇場側がやめてくれっていうことでですね、なので、無言で、サインも握手も差し入れとかももらえないし何にもできないけど、ただただ無言で皆さんと一緒に煙突町のプペルを見ましょうということで、今全国巡業されてるんですよね。いや、大変やと思いますよ、本当に。昨日の夜はね、梅田の6時の回だったかなで見られて、でその前に大阪入りをしてホテル泊まって、ジムで喋って YouTube でライブして、でまた仕事して、でブログというか、サロンの記事アップして、で夜一緒にみんなと見てる間は作業ができないわけじゃないですか。で見て、ほんでなんかまた仕事して、で朝方はすぐ起きて、でボイシーの配信をして、でまたサロン記事をアップしてみたいな、インスタ見てみたいな、ほんまどこで寝てるんやろっていう感じですよね。でその今日の、13時、今日っていうか、もう日付変わっちゃいましたけど、13時ですねに、東宝シネマズナンバーの方でですね、また一緒に見る会があったわけです。もちろんチケットは完売だったんですけれども、プペルのね映画なんですけど、ナンバーの東宝シネマズで見るの私2回目なんですね。ニプペメっていうやつですね。で東宝シネマズナンバーには、プペルの前にも2回、ドラえもんのスタンドバイミー2と、あと、新解釈三国志の方ですね、見に行ってるんです。でその中で、予告をですね、どんどん毎週のように見てるわけですけれども、なんとこうプペルを最初に見に行った時にですね、12月の25日公開初日ですね、プペルの予告が流れたんですよね。それで、へーって私も思った思い出があります。で、今日なんですけれども、最前列で見てたんですけど、隣の方がですね、って言って、話しかけてきたんですよ。プペルの予告が始まった時に。ここってスクリーン1で合ってますよねって言って、チケットの判定を見せていただいて、そしたらちゃんと煙突町のプペルって書いてるんですよ。あ、合ってますよって言って、よかった、間違えたかと思ってたんですって言っておっしゃってたんですけれども、あ、そうなんですよ、プペルなんですけど、予告流れるんですっていう話をこそっとしてたんですね、お隣さん同士と。東宝シネマズナンバーだけなのか、その梅田の方でも流れてるのかわからないんですけれども、予告編でね、本編でプペルやるのに、なぜ予告編の中にもプペルの予告が入ってるのかっていうことなんですけれども、見に行かれた方々はご存知だと思います。これね、そのプペルの予告の後にですね、西野さんがこのねプペルを見終わった後は、道頓堀の方に
ぜひ行ってくださいというふうに今道頓堀の方でコラボレーションをしてですね、シャッター街になってしまったところなんかはそのシャッターにですねプペルのキャラクターとかシーンとかをですね描いているので、そこをフォトスポットにしたりとかですねして皆さんで楽しんでくださいと。で道頓堀で例えばね、飲食店でちょっとお買い物をしたりとかねできるのでぜひ道頓堀の方へ行ってくださいというふうなメッセージがついた予告編が流れてるんですよ。でね、今日私はそのプペルを見た後で前は子連れだったんでね行けなかったんですけど、ちょっと行ってみようと。というのもやっぱり私は生まれも育ちも大阪人ですし、道頓堀って思い入れが深いところでもあるんですよね。で広告代理店のお仕事をさせていただいた時にもすごくお世話になった場所でもあるんです。R1 グランプリの告知をするのにお好み焼きのゆかりさんには大変お世話になりましたし、あとそうですね、井上雄彦さんのサントリーミュージアムでの、展覧会がある時なんかは、ラズビルっていうちょうどグリコと反対対角上にあるようなビルなんですけど、そのビルの壁面ですね、のビルの壁面ボードをですね1ヶ月掲出させていただいたりとかしたので、すっごく立ち会いも何回も何回もね真夜中ずっと工事が終わるまで立ち会ってそのまま朝マックしてとかねで会社行くみたいなそういうね思い入れの深い街で、その時もその後ももっと前も例えば私が大学生の時とかね中高生の時だって言ったら待ち合わせスポットだったりナンパスポットだったり人々がにぎわう場所だったわけですよね。でも今日行ってみてやっぱりちょっと愕然としたのは、本当にそのコロナ新型コロナウイルスが流行ることによって観光客の方々がですね来られなくなった時の道頓堀がですね昔の道頓堀と全然違うんですね。一回こう観光名所として成り立ってしまった道頓堀とか心斎橋筋商店街から恵比寿橋筋商店街なんですけれども、あの辺りっていうのはもうほとんどほぼほぼあんま日本語が聞こえないんじゃないかっていうぐらいインバウンドのお客様が多かったんですよね。それが急遽ね、コロナのせいで日本に旅行できなくなったということで、だからもうほとんど人があんまり通っていないよねっていう感じになっていました。結構ねすごくねもうすごく しんみりというか、ちょっとやっぱ切なくなりました。そう、そんなわけで今度ですね1月15日にはウィズコロナの時代における和声優っていうテーマでお話しするんですけれども、こういうねちょっとこうストレスがかかる状態だと人間ってどうしてもやっぱ免疫力が弱ってしまうので、本当に本当はその適切に対応しながら通常の生活を送った方がいいんだとは思うんですけれども、決まったことだからちょっと仕方がないんですけれどもね、その辺でですね余計に心身ともにダメージを受けてしまうようなことがないようにですね、私は自分が持てる知識とか、共有できることがあればですね皆さんの方にお伝えしたいなとは考えております。ちょっとなんかしんみりとしてしまいましたね。今日の夜見たのは記憶にございませんが、地上波でやったんでね久々に笑いましたけどねでですね、そう、煙突町のプペルネタで始めといてなんかあんまり全然関係ない話やなと感じられた方は、そうですね、
アロマセラピストとして言えるのは、まあタンポポがキーワードになってくるのかな。和ハーブがですね最近流行ってきてるんですけれども、まあその中にタンポポも含まれるのかなとは思うんですけれども、タンポポはよくお茶になったりとかね、あと妊婦さんがタンポポコーヒーって言ってコーヒーの代わりに飲むあの飲み物として愛飲されたりしてますけれども、今度ですねあの体を温めるハーブボールってご存知ですか？よくそうですね、まあ、アジア系のトリートメントサロンとかだと取り入れられているところも多いんですけれども、まあ、布の中にハーブを入れてですねそれを蒸して使うことによって、まあ、ホットストーンみたいな温かさプラス、まあ、その香りを楽しむことができるということなんですけれども、これのですねはハーブバージョンをですね入荷します。でこれがまたアロマセラピーの難点っていうと、あの妊娠中とかですねあと授乳中は使えないっていうのが大きかったんです。っていうのもトリートメントをした後に、まあ、どれぐらいの有効成分が血中に残っているのかっていう、ね、研究が行われたりしたことがあるんですけれども、それはね精油の成分にもよるんですね。やっぱり残りやすい残存しやすいものとあと分解されやすいものっていうのがあるんですけれども、排出されやすいものっていうことですね。ラベンダーとかでも確か結構何時間もね、開けないといけないっていうような状態だったと思うんですね。そのトリートメントをして経皮吸収をした場合は、血液の中に精油の成分が入っていく、で血液に乗って全身に、運ばれていくんですね。だからその足の裏に塗ったから、おっぱいは大丈夫だっていうわけじゃなくて、まあ、あの足のトリートメントをした場合でも経皮吸収として、で血管を巡って全身に渡り、で結果その母乳っていうのは血液から作られているものなので、まあ、その血液からの影響があるのではないかというふうに言われていて、なるべく授乳中っていうのは精油を使わずにですね、まあ、トリートメントをするならトリートメントをするというふうになっております。もしくはだいぶ赤ちゃんのその母乳の授乳の頻度ですね、1日の中で頻度が空いてきた場合は、何時間後に、授乳をするようにしてくださいっていう形でお伝えしたりはしていますね。まあ、大体かかっている産婦人科のお医者さんにも聞いてみてくださいねっていうような形でお伝えしたりはするんですけれども、まあまあ避けるのが無難やなっていうところです。というのもその母体の方を調べることはできても、その母乳を吸った赤ちゃんの方を調べるっていう研究については私もまだちょっと調べたらもしかしてあるのかもしれないんですけど聞いたことがないので、きちんとしたねデータが取れていればおそらく授業の方でもね、アロマセラピーの授業の方でもそういうデータをですね生徒さんの方には出されていると思うんですが、まあ、そういうのはなかったですね。言っても、まあ、2,3 年前の話なんですけれども、なので妊娠中もですね、だから同じなんですよ、経皮吸収、まあ、もちろんねそのトリートメントするだけでも大変やっていうのがあるんですよ。その妊婦さんにねなってみたらわかるんですけど、まあ大変ですよ。お腹重いし、足はむくむし、骨盤は緩んでるし、なんやようわからんけど腰痛もありんのみたいなね、頻尿にはなるしというか、なんやいろいろマイナートラブルはあるんですけれども、トリートメントしてもらいたいんですよ。トリートメントするのも大変なんですよ、お腹がね出てるから。下向けないしね、まずね、そうなんですよ、うつ伏せになれないでしょ。だからね、そのハーブボールで、まあ、妊娠中でも使えて、でかつ授乳中でも使うことができると。で、まあ、例えばですね、その今で言うと、まあ、社会的に不妊治療がですねすごく増えてますよね。で私も出産したのが、まあ、言うても30超えてて、ね、もう少しで丸子っていう、まあ、高齢者出産に当たる
都市だったわけで、なかなかねその普通にできることじゃないんですよ。やっぱり妊娠っていうのはするのはやっぱり奇跡なんですよね。で無事に出産するっていうのはまた奇跡で、うん、まあ、少しでもねその女性のそういった体のトラブルをですね緩和させるような、まあ、便利なツールがあるといいなと思って今回仕入れさせていただくんですけれども、まあ、それが全て国産のハーブを使ったハーブボールなんですね。あら精油じゃないのねっていう感じだと思うんですけれども、結果ですね芳香成分が取られるのは水蒸気蒸留法ですよね。だからその蒸し上がってくる香りっていうのは結果アロマセラピーになるわけですよね、うん、だからアロマセラピーって言ったらイコール精油じゃないよ、精油じゃないとダメなんだよとかそういうわけじゃないんですよ、うん、本当にみかんの皮ね剥くだけでもっておっしゃってる方々もいらっしゃいますし、本当そうですよね。だから最近研究論文でコーヒーの香りと紅茶の香りを取り上げてみたんですけれども、そういった形でね本当ハーブティーなんかもそうでしょ、香りを楽しむじゃないですか。あれ美味しいってお世辞にも言えないやつも結構ありますもんね。そう、そんなもんなんです。ただその芳香成分についてはまあいろいろちゃんと研究をされた上でのですね、上での安全性を確かめた上での商品となっているので、その部分はまあ安心してお使いいただけるかなと思っております。はい、こんな感じでちょっと今日は夜まったりしたかったのでこんな喋り方になりましたけれども、またですね面白いアロマセラピーに関する知識とか、あとは和精油に関する知識ですね、伝えていけたらと思いますので、またよろしくお願いいたします。今日のね話も少し皆様のお役に立てば幸いです。まあ、周りにね妊婦さんとかこれから出産をされる方とか、あと生まれたての方とかですね、もう本当に大変なのでケアをしてあげられるものであれば本当にケアをしてあげたいんですけれども、それもなかなか叶わないというのが現実です。ですので例えば産後のギフトとかにですね、そういったお母さんの方を癒すもの、よく産後のギフトは赤ちゃんのものをあげがちなんですけれども、結構ね赤ちゃんのものってね自分たちで買っちゃったりするんですよね、妊娠中に。だってまあだいたい気づいてから半年以上はあるので、その間にいろいろめちゃめちゃ調べるんですよお母さんたちって。だからもうなんか生まれた後はこうしてああしてってもう本当に脳内でいろんなシミュレーションを行うんですよね。だからよっぽどそのものが足りないとか、あとすっごく皆さんに欲しいものがあるとかであればもらったら嬉しいと思うんですけれども、結構ねお母さん自身に対するプレゼントを産後にされても喜ばれるんじゃないかなと思います。私からすると本当に出産後に家事代行サービスとかですね、あとは乳幼児から新生児から OK なベビーシッターさんをお願いするとかですね、これ短時間だけでもものすごく助かったりするの であとはお母さんの健康をですね守るものですね、まあ、栄養を取れるものだったりとか、そういった癒しですね、ハブボールみたいに癒しを提供できるもので、かつ安全性が高いものですね、こういったものは需要があると思います、と言ったりなんかしてではではまたちょっとですねいいネタを見つけたら皆さんにシェアしたいと思いますので、よろしくお願いします。ミューズネスのオーナーみゆがお届けしました。ではまたお会いしましょう。